なんかここ薄気味悪いな。前もこんなことあったような。いつも同じ。この子の命が助かるなら何だってやる。怖いよナオミ。大丈夫だからね先生。なんとかならないのか。これが医学の限界なんです。死神って存在すると思いますか。穴を覗いていて。私が何にも知らないとでも思ってたの。お医者さんだけずるいじゃないですか。これで全部元通りだからね。虹が消えて笑ったのが君。よく来たね。準備はできているよ。